言いたいことがどうかわかんないね。書いてあるから、ここに。時に個性ってめんどくさいですよね。個性はいらないっていう話もある、うん、扱いが。そう、なんか恋愛って、まあ、結婚もそうだけど、どれだけ一緒に同じその人生を歩むかじゃないですか、はいはい、そこで個性ってなんか邪魔になるというか、二人で助け合いたいのに、私はなんだっけ、自己こういうことしたいとか、それをだ、いやそれ出してもいいんだけど、それを出す方がモテるっていうのが、なんかね、理想の男性を手にするためにあなたの人間性そのものを変えてしまう必要はない、しかし自分を表現する方法、つまりパーソナルスタイルを変える必要はある、つまりの後がわかんないうーん、パーソナルスタイルってなんだろう、なんかレニーさんっていう人がいるんですけど、レニー、レニーさんはそのありのままの自分を好きになってもらいたいっていうような人だったので、はいはいはい、もう雑誌の人たち、ね、うん、で常に我が道を行くっていうのが彼女の自慢で、鉛筆狼とか反逆児とか自称して好んで疲れた服を着ていた、破れた服を着ていた、うん、それはとてもだらしなく見えたのだが、すごい個性ですね、女性ですそうです。彼女は外見にはまるで無頓着で、外見を気にする男たちに関心を示されないことを不思議にさえ思っていた。そうなるとレニーはなおさら意地になって、来る日も来る日もありのままの自分を愛してくれる男性を探すことに固執するようになった、はい、それでは自信の方はどうかというと、これもまた大したことはなかった。自信だから、その自分をそんだけ出してるから自信、自分に自信あるのかって、破れた服も私を言うと、それは別に大したことなかったって、で魅力的な男性を前にするとしどろもどろになって何も話せなくなるタイプ。超可愛いじゃんそうだから、でそれで来る日も来る日もたくさん声をかけたんだけど、男性に無視され続けたので、本当に破れかぶれの服着て服を気にしてないのに、来る日も来る日も男性に声かけてんだ。自信もないのに、レニー自信もないのにそう、 でも彼女自身はとっても素晴らしい女性で、スタイルはいいし、読書家だし、なんかマラソンで鍛えた体も持ってるし、アイデアも豊富だし、でもなんか彼女と付き合う男性はきっと幸運だって著者は思うのに、でもそれがたった一つの致命的な欠点、つまりその服装や髪型を一切改めようとしないことが一つの欠点で、モテなかったよって言ってて、レニーの良さを出しながら、個性を変えなくてもいいけど、売り方を変えろと、それ破れかぶれの服は着なくて、もっと普通の服を着て、そうそう、でも読書家とかそういう魅力を出してくれってこと？なんかワンパターンの試みは無駄で的外れなんですって。なんかダイエットしたり、ジムに通ったり、ファッション雑誌を買って読む、こういうのはなんかワンパターンだから、なんかたくさんの女性が一つの方法に固執してるけども、それが一つの方法じゃなくって、パーソナルスタイルっていう、その自分に合った自分のいいところの引き出し方をしろっていうふうに書いてるんですよ。博士がよくおっしゃる、自分に合ったスタイルはどこかにあるから、それを見つけろっていうのと似てるかな。そう言いましたね。太ってる人も、なんか太ってる人に合ったファッションがあるはずだ。ああ、それで言うと、僕はそこで個性を出せるとは言ってないんですよね。そう、個性を出せるとは言ってないんです。で、その、例えばすごく太ってる女性がいたとして、その女性でモテてる女性がいるはずだと。そのモテてる太ってる女性に合わせたファッションをしろって言ってる。そうです、でもそれはこの人と違うもんね。いやでも、このファッションって合ってますよ。性格じゃなくてファッションのことだけですよね、触れてるの。いや、性格もですか。だからその改めようとしない性格を改めるって言ってる。服装も改めるし、その自分の考えに固執。じゃあレニーさんはどうすればいいの。レニーさんはなんかその
例えばさっき言ったみたいなワンパターンのやり方、その痩せてジムに通ってなんか流行のファッションを身につけたりすると、なんかクッキーの抜き方と同じで同じクッキーしかできないと、あなたはモデル型クッキーになるだけだよって言って、でも何か一つのやり方だとその同じワンパターンで量産系になっちゃうから、そうじゃなくて、そうなんか男性はその着てる服とかからこの人がどういう考えを持ってるかとかを読み取るから、その自分に合った流行のファッションを着るんじゃなくて、あのあなたが似合う服、自分に似合う服を着ましょうって書いてある。でもその破れかぶれの服だと思って言わない、そう言われる。だから過度な思い込みを捨てるなんじゃないですか、うん、いや、うん、いや最新のファッションが似合う人だったらそれ着ていいよって言ってるけど、似合ってないんじゃないですか、だから破れかぶれの服は、ね、じゃあ最新のファッションでもなく破、うん、れかぶれでもない服を着ろっていうレニーさんが言われたら、うん、それ何ですかって思わない。いや、なんかレニーさんは気づいたんですって。だから気づいた、おお教えて教えて。だからさっきのところで、うん、その来る日も来る日も男性に声かけても、うん、それはね、いい反応を得られないから、だからそのこの著者に相談したんだよね。そしたら、そう自分が間違ってたことに最終的に気づいて、うん、で何を着た、何を着た、何を着たんでしょうかね似合う服を着たんじゃないですか。それずるいよね、似合うって言われたら、そう、モテたやつが似合うっていうこと、それ個性消したんじゃなくて、それは似合うって言われてもね、破れた服似合ってなかったんですかね。似合ってない、そうね、似合ってないのかっていうね。でも本人もその自信がなかったって言ってましたよね、うん、だからそのなんか破れかぶれの服からその男性たちが読み取ったメッセージ、破れた服じゃなくて破れかぶれの服破れた服どっち、多分破れた服です、破れた服もう全然違うからねあのあれですよね、もうめちゃくちゃな格好しますよ破れかぶれの服ちょっと大げさになっちゃいました。確かに、なんかジーンズであの破れたジーンズとかあるじゃないですか、ああいうのが想像してたんですけど、うん、それはかっこいいと思うけど、うん、そうじゃないんです、うん、そうそう、だから難しいね、それ、うん、そ多分そのここに言ってたのはそのクッキーじゃないの、その破れた服が男性に与えてたメッセージはなんかどう思われてもどうでもいいみたいなのをメッセージ発信してたよっていうこと、だから自分のファッションが相手に与えてるメッセージを気にしろってこと、うんはある、うん、そうでしょうね、うん、この服装のメッセージの4大ポイントってあるじゃん、うん、これはヒントじゃないですか。あ、そうですね、うん、今日破れかぶれのジーンズ履いてる人見ましたよね破れかぶれのジーンズ履いてる人、破れたジーンズ、あ、どっちやね破れたジーンズ見ましたっけ、上で、あ、いました、そうなんだ、そう見てない、覚えてない、誰、あ、いたでしょ、その彼女は使い分けてますよね、完全にね、うん、普段でと彼女が言ってたのは、これから友達に会うから自分の服着たい服装で、うん、破れたジーンズで、確かに、だけども普段は違うかって、確かに確かに、ちょっと似てるかもしれない、あ、似てる、誰か、誰ですか、誰でしたっけ、言っていいのかな、言っちゃいけないじゃない、ダメか、うん、ある有名な先生がそうです、あ、そうなんですか、はい、でも人によってはだから似合っててセクシーかもしれないですよね。でもそれは個性出してると限らなくて、うん、あ、というのも僕の知り合いでまた恋愛の著者で、はい、数年前に結婚した女性がいて、まあ、そもそももともと綺麗なんだけど、その人はなんか銀行家っぽい人と会うのと IT 長者に会う人で、うん、ハイヒールを履いてるらしい、それってでもこれとこのデビッド・コープランドさんの発言と違って個性消してるっていうか、奴、うん、らが望む服装にしてる、そうですね、それだからそこだと、でもこのデビッドさんは、はいはい、個性は別に消さなくていいって言ってるんで、うん、個性は消せとは言ってないですね、別なところで個性出してるかもしれないですね、うん、ということは個性は消せってこと、ファッションで、うん、ハイヒールでは個性出してないかも、相手に合わせてるかもしれない、そこは自分の個性を出す場所じゃないから、うん、別なとこで出してるかもしれない、だから、うん、その相手が受け取るであろうメッセージを想像してきてるってことですよね、だからさっきの銀行家と何とかでハイヒール変えるっていう、うん、でさっきあの博士が言ってくださったその続き の, あのクソメッセージの4大ポイントのとこなんですけども、はい、ポイント1、今のあなたから魅力を引き出す、
男であれ女であれ天から与えられた能力を生かす努力をしなければ運を開くことはできない、うん、ところが多くの人々は手持ちの札を最大限に活用する努力をするよりいっそのこと持ち札を全て捨ててもっといい札に取り替えたいと思っている。こうした考えはとんでもない間違いだ、うん、自分の魅力を最大限に引き出せるかを考えるべきだ、うん、どうしたら、つまりあなたの長所を伸ばすことに注目する、うん、たとえ体型が多少多めだとしても体重が多少多めだとしても男性にとって魅力的な女性になれる、うん、なのであなたの、そうですね、あなたのその持っている長所を生かすようにしましょうっていうことが書いてあるけど具体的にどうするかは書いてないです。なるほど、わかる、大丈夫ですか。でもわかる、それは雑誌が女性誌がトリートしてるよね。あ、そうですね、なんかお腹が目立たない服とか、うんうん、あれ長所が何だろう、長所が違うな、長所だからウエストより細く見える、うん、よりだったら OK ですね、うんうん、そうそう、それいうことですよね、うん、似合う色を着るとか、だから自分の魅力をまず見つけなきゃいけないんでしょうね、うんうん、しかもこれは男性から見た魅力なのかな、まあ、それを定義してないのかな、まあいいや、うん、なので今のあなたが持ってる魅力を引き出すことに集中しましょうって書いてありますね、うん、でもなんかあれですよね、女性誌とかってその自分の持ってる魅力をとか特集で載ってる後ろにあのなんとか美容外科とか、なんか脂肪吸引とか二重二重に整形とかすごいあの矛盾してませんか。それは言っちゃいかん。いや、それはあの女性誌も辛いところでしょうね。そこでお金稼いでるから。でも本当は、いやでもぶっちゃけ女性ファッション誌とかってもう3つぐらいのことで困ってるというか矛盾したことが起こりまくってるって。1つはだから読者が喜ばないこと書けないっていうさ、うん、あ、そうそう、あとスポンサーが喜ぶことしか書けない、うん、でさらに自己主張をしたい、うん、だからもう、そうかそうか、いろんなそういうメディアとかでできてるんですよね。そうなんですよ。でなんか書いたところであのさっき言った方々が大騒ぎすると、うんうん、急に方針変えるのに戻すというか、そうですよね、だからそういう女性誌では知りたいことは知れないよね、うん、真実を知れないですね。真実を知れない、なんか選挙の報道とかでもそう思います。例えば言えないですけど OK。 はい、で、ポイント2なんですけど、コーチを見つけるっていうふうに書いてあります。俺は重要だと思うんだよな、うん、なんか着こなし方や男性から素敵だと思われるようなファッションのアドバイスが欲しいとき、あなたは誰に頼みたいと思うだろうか。抜群のプロポーションを持ち、肌は透けるように美しく、艶やかな髪をなびかせ、どれをとってもあなたが太刀打ちできそうもない女性に頼みたいだろうか。それとも容姿はあなたと同じくらいだけど上手に着こなしている女性にするだろうか。あなたの最良のコーチとなるのは後者の女性だ。持って生まれた美人はあなたの悩みや望みは理解できないものだ。あなたにとって最適なアドバイスは期待できないであろう、うん、著者はコーチに適した女性を探すことを勧める。アドバイスをしてもらうとともにあなたのお手本にするといい、うん、そう思う、うん、私もそう思います、うん、はい、なんか痛そうですね。大丈夫ですか。でコーチに見つからなくてもなんか駅とかで素敵な着こなしをしててちょっと自分に体型が似ている人とかを探すといいですね。それはいいかも、うんうんうん、なかなかいないんです。そしてテストして、そうですね、着てみて、うん、そうですね。あとなんかモテてる人を真似ろって、ここの章じゃないんですけど、うん、他のところでも書いてあります。そうね、うん、モテてる人、そうですね、そうそう、だから別に美人じゃなくてもモテてる人っているでしょうみたいな書いてあって、いますね、いますよね。でもその人がファッションでも出てるとは限らないから、ね、なんでも出てるか、だからいろんなことをだから真似ていけばいいんですかね。そうですね、さすが。ファッション、年齢も大事ですよね。おっしゃるとおり、うん、なんか24、5歳と同じ、なんかその同じ格好を30とかでしてるとちょっと痛い人、痛いです、ね、うん、でもなんかその時持っててた服がやめれないみたいな、あー、いますいますよね、います、います、なんかちょっとバブル引きずっちゃってたりとか、あと今ミキさんの反応がある、なんかそれはすごい確かにわかるんですよ。なんかでも女性から見るとこの年齢でこのファッションって痛いなって思う人でも、逆になんか男性と女性の間に認識が差があるんじゃないかなって私は思ってて、
女性がいたいと思っても男性から見たらキュンと来ることがあるってこと、うん、だからそのそうそうそう、この若々しいファッションって女性から見るとある一定の年齢を超えるとちょっと痛いなって思うところがあるかもしれないけど、うん、周りとか見てるとそのまあ例えば30代半ばとかでもそういう20代とか20代前半、まあ、前半は言い過ぎかもしれないけど20代半ばの人が着るような服着てる人も結構なんかおしゃれしてるみたいな認識で好意的に男性の認識わかるんですか、なんかそういう感じがするっていう、どうしてなんか楽しそうに話してたりするしただ楽しそうに話してるもんね、うん、あそうか、僕はちょっとねこういう中こういうユニの中の人で、はい、この人は年齢の割にはちょっと過度に若いファッションだなっていう人がいて今は言えないだけども結構好きかもっていうのある、だからちょっとそうですよね、最初見た時にあれちょっと違うかなと思ったんだけど、うん、だんだんそれがよくなって、それ性格もあると思う、キャラ立ちってことじゃなくてですか、そうだからキャラ立ちじゃなくてそのファッションに合ってる、全体に、だ、ね、それだともう年齢はもう関係ない、世界観を含めて そっちに寄ってるんだ、うん、20代前半だからもうそこで一貫性があるわけですよ、最初僕はだからそこを知らないから年齢とファッションで見た、あの人いくつみたいな感じ、うん、なんだそのリボンはみたいな、そうそうそう、だけども、うん、あだから最初にマツコ・デラックス見た時にこれはとんでもないと思ったけど、最近はこれぞマツコ・デラックスみたいな、そう世界観まで含めてだんだん分かってくる、それはじゃあいいんだ、女性は特に女性に厳しいんですよ、で多分自分もその30とか超えてくるとあんまり痛くならないようにとか派手な服とか着ないようにしちゃうけど、それってなんか結構抑制っていうか、うん、だからそのでも男性は一方その女性 あの服とかにそこまで見た目が綺麗だったらいいとか、うん、見た目可愛かったらいいとか似合ってたらいいとかっていう基準だと思うんですよね、うん、だから女性はちょっと自分が着るとしたらあれはないなとかそういう時間も入っちゃうと思うんですけど、うん、だから女性って年齢いってくるともうこの服は派手だから私には着れないわと思ってすごい地味な格好ばっかりしちゃう人とかいるけど、うん、そんなことないと思うんですよね、うん、どうですか最後です、なんか完全な反対意見で、完全な反対意見ってあるじゃないですか、マイケル・サンデルの気分で言ってるみたいになって女性は思ってる、あとパーティーに行って多いよ、でそれ婚活仕様の女性がこういっぱいいて、うん、そしたらみんな似たようなファッションなんですよね、うん、こうワンピースに、うんうん、女性でちょっとアピールみたいな、うん、デコルテにして、うん、ですね、はい、で、まあ、24、5歳だと可愛いけど、うんうん、ああそこで比較されてる、そう同じファッションで今のファッションでね、うん、ネットフリックスだよね、ネットフリックス、それちょっともう厳しいんじゃない、でも女性が見たの、うん、いや同じその婚活市場で同じような格好を年齢が違う人がしてるから、うん、影さんそれに対してどうですか、うん、だから多分第一印象ではそういうふうに映るかもしれない、うん、男性でも、うん、そうか第一印象はそう、うん、知っていく中でそれが合ってればいいのかな、それはでも同じファッションの女性を年齢別に並べてたらそれは若い方がいいに決まってますね、じゃあその場合は賛成ってこと、うん、その場合はそうかもしれない、その着ちゃいけないってことじゃないよってこと、年いってるからってその若々しいファッションしたらいけないってことじゃないんじゃないですかって、いけないってことモテるかもって、うん、そうそう、だから別にモテるかもと、うん、だってあの最近ニュースになってるあのなんかつなぎ勇士の女王って人いるじゃないですか、あの逮捕された人、逮捕ちょっと知ってます、あー若い、若いノースリーブ着てた、60歳ぐらいの年齢だけどすごい可愛らしい、可愛らしい、で分かるような気がするわけ、うん、男が、うん、そうそう痛いんだけど、確かに痛い面もあるんだけど、でもその辺の60代のおばあさん、おばあさんらしい格好してるようなおばあさんに比べたらあの人の方がその女性的魅力はあるだろうなって思います、私からして、ショートパンツにノースリーブ着てた、可愛らしい、ちょっとあそこまで行くと極端かもしれないけど、だからうん、だからあとその男性にもよりますよね、だから全員が全員って言ってるわけじゃないけど、その察する能力が高いっていうタイプの人はもしかしたらそっちの傾向が強いっていう意味だけど、完全にそうじゃないけど察する能力が高いとちょっとこの人なんか年齢いってるのになんか若くりでいたりなみたいなことを思うかもしれないけど、そうじゃない男性もいると、好意的に見てくれる男性もいると思う、確かにこの愛させる技術ではたくさんの人と会って、うんうん、あの
自分に合う人と付き合えばいいわけなんで、うん、どっちがその男性を引きつけやすいかって話ですよね。そうそうそう、それはそこまで年齢気にする必要ないんじゃないかってことね。うん、と思いますけど、うん、まあでもそれはそうね、実はサイコさんが言ってることとミントさんが言ってることはそんなに違いないかもしれなくて、というのも、うん、ファッション見たらこれは行き過ぎだとかミントさんが言うかもしれなくて、微妙な違いのこと言ってるかもしれないよね。うん、でもあれが、そんな本人が周りがやめとけっていうほどでもないと、男性はそう、なんか女性の認識と男性の認識ってやっぱ差があると思うんですよね、私は。それは面白いけど正解は分からないな。でもさっきね、梶さんがおっしゃったように、うん、引きつけられたりするもんね。うん、でそれは確かにあるかもな。博士はこの間の、はい、学園祭で不良服をご覧になってどんな風に思われて、全く見えてない。見てない。全く動いてない。そういう基準では見てないから。いろんな年代の人がいたと思ったんですけど。いろんな年代の人いてましたけど、うん、覚えてない。覚えてないですね。そういう目で見てないから。博士が覚えてるのは、ま、一番前でうなずいてた女性。あの女性覚えてるけど、服は覚えてる。なんだろうな、白くてひらひらぐらい、それは外れてるかもしれない。しか覚えてない。あと茶髪ってことも覚えてる。それぐらいしか覚えてない。意外と見てないの。いや、それはそういう意味で見てないからですよ。デートの時は多分違いますよね。どこで会うかとか思いますからね。うん、でも確かにね、でまあまあ2番コーチに見つけて最後また行きましょう。はい、そうですね。で、ポイント3、なりたいと思う女性像を思い浮かべて彼女ならどうするかと常に考える。憧れの女性像を思い浮かべ、もし今の自分が彼女だったらどんな服装や態度を取るのかを考える。そしてどんな時でも、もし彼女ならこの場合どういう行動を取るかと自分に問いかけるようにすれば、次第にあなたは本当に自分がその憧れの女性になったように感じ、おのずと答えが見出されるようになる。なんか2番と矛盾してない？2番は自分に合った人のコーチが向いてるとか言いながら、うん、3番はなりたい自分を思い浮かべろって言っても、うん、そんなこと言われてもね。じゃあ4番あ、ね、あ、はい、健康美を目指す、ポイント4、うん、外見を作り上げた美しさはその場限りのものだが、健康的でバイタリティあふれる美しさは内から輝くもので永遠のものです。でもか弱い女性がモテるというもの、うん、守ってあげたい、そうそう、健康はこの人一人で生きていけるみたいな。でもなんか病気ばっかりしてたらデートできないですよ。だから健康が大事じゃない。健康じゃあ分かった。いやすごい、ものすごく健康でどこまでもいける筋肉。だからなんだろう、 あんまり人レスラー、女子レスラー的な。それでも健康の極端な場合ですよ。そっちも健康ですね。ミツさんも健康病気で、うん、だけど、でも健康に越したことないじゃないですか。デート行けないもんなんて。デートは行けるほど健康だけど、でもちょっと疲れたから休みたいとかなんか。うん、それはいいんじゃない。それはいい。さ、健康なんで健康美ですよね。ちょっと違うんじゃない。健康美。そうかそうか。健康美。だからあの美。健康美は必要なのかな。だから整形とかじゃなくて自分の努力で美しくなるってことじゃないですか。お肌がツヤツヤとか髪の毛がツヤツヤとかじゃなくてですか。そういうことか。割れた腹筋とか。割れた腹筋。割れそうな腹筋。割れそうな腹筋。浮かばねえ。どのあたりなんか引き締まったボディとかそういうことだと思うんですけど。あ、でも結構ぽっちゃりした人も健康美って言われますよね。なんかデビッド・コープランドさんの趣味じゃないの。うん、これすごくあやふやですよね。そうかな。まあ、じゃあその可能性コーチを見つければ賛成ですよ。うん、だってそのより分かってる人いるよね。うん、しかも自分に似てなくてもなんかこの子がこれがモテるって分かってる人いるよな。でその人の言う通りにしてモテ始めたらそれでいいと思うんですよね。でそういう人って言いたくて仕方がなかったりもするんですよね。こうしたらいいのにって分かってるんですよ。それはあの SNS に写真載ったらみんな言ってくれますよ。これが最後の過滅にその服装ちょっと炎上してましたよね。そうそう、過滅さんある服装着たら可愛いって言うでしょって、いや私はやぼったいと思います。だからそれは多分親切言ってるんですよ。うん、そっちがモテるでしょ。ありがたい。そうそう。だからそういうのいくらでも SNS で言ってくれるし、多分言ってくれって言ったら言ってくれますよ。うん、超傷つくけどね。うん、そうですね。でまあまあそれで試してみてモテたらそれでいいわけですよね。うん、そうですね。そうですね。最新の目標を見失ってなければ大丈夫。あと服装のメッセージって僕も昔から思ってて、うん、あの服装ファッションはメッセージを持ってると。うん、まあ、一つはだから本当に美しいっていうことと、もう一つはメッセージがあると。それは
例えばなんだろうな、全体的に感じるんですよ、メッセージって。ファッションはそのメッセージ一部でしかないと僕は思ってるんですよ。だから先ほどあの風間さんがおっしゃったように、喋り方とかそういうのも含めて全体の印象が決まっていくんですよ。で1回目はそのファッションしかないんで、そこでいかに、まあ、これ僕は個性はあまり、置いといて、彼らが求めるメッセージは何なのかっていうのに合わせる。で婚活サイトとか、あ、婚活お見合いとかは分かりやすい。なぜかというと、お見合いに来る男性たちの求めてるメッセージは似てるから。だからお見合いのそのプロフェッショナルの人は、僕後ろにいる人は個性なんかいらないと、後からどうしても個性なんか出てきちゃうからいらない、彼らが求めるファッションをしなさい、それはコンサバティブで家庭的で、良い奥さんになりそうっていうメッセージを発してる服を着ろってことですよね。それは分かりやすいわけですよね。だから そういうメッセージですよね。であとそのファッションの若々しさっていうのも、若作りしてるっていうメッセージが与えられた男性には引いちゃう。そうだ。でもそれは可愛らしいってメッセージを受け取るかどうかですよね。うん、若々しいか若作りしてるっていう、そうそう、そこちょっとバランスが難しいと思うんだけど、そこはさっきそのミンツさんがおっしゃったように、殺人能力の高い人、ある種の男性はそこまで感じ取っちゃうよね、うん、若作りしてる、うん、でもある種の男性は、そうじゃない男性は、おお可愛いじゃん、うん、おしゃれじゃん、おしゃれじゃん、でこの愛させる技術ではそっちだけに手をつければいいんじゃないっていう、うん、彼さんなんか言いたいですね、さては、うん、全く。じゃあ次行きましょう。はい、そうですね。レイブリーさん、さっきは何しゃべってたんですか。いや、私も同感です。よし。はい。じゃあ次行きましょう。で、その手に入れて価値のある女性と思わせるのところなんですけど、自信が大事だって言ってて、恋愛において拒絶されるのは基本中の基本。これは素晴らしい、うん、拒絶はこれから訪れる恋の扉を開ける鍵になるって書いてありますよ。そうだって一人に振られなかったら新しい人いけないですもんね。なんか恋愛が下手な人はなんかモテる人って全然振られないって思ってるって書いてあって、あ、いいこと書いてるな。そうで一回振られたらもう絶対だからそのモテないんだ自分はと思い込んじゃって、うん、それで自信なくしちゃって、うん、なんかやる気もなくしちゃうけど、うん、そうじゃないぜっていう、うん、そんなわけないって書いてあって、ただ携帯が誰さんだっけ。いや、そうそう、あ、エブリさんじゃないの。私はここに、あ、そこにあった、すみません、ちょっと今あのそのエブリさんが縮こまってるように見えたんでちょっと突っ込んでみたら全然違った。違った。あ、いいです、いいです。いや、実は全く気にしないけど、はい、あえて突っ込んでみたっていう僕の悪い癖が出ました。はい。はい、なので、この恋愛において拒絶されるのは基本中の基本だっていうのはすごいいいよね。うん。そこで前向きになれますね。うん、だからね、そこで自信をなくす必要は全くないです。そこが重要。うん、拒絶はこれ。営業みたいですね。そう、営業みたい。その通り。まず断られるぞっていう。当たり前みたいな。だからいちいち傷つく必要ないんだと。うん、ニーズが合わなかっただけで、別にその自分が否定されたわけではないんだからってことですよね。就活も一緒ですよね。でも分かるんだよな、その、傷つくのは。でも分かる、否定された気持ちにはなるよね。なるなるけど、でもそれはそういうことじゃないよってことを言ってくれてるんですね。そう、なんか相手が自分を拒絶した理由を想像するのは自由だから、うん、その自分に全然魅力がなくて否定されたって思うのも自由だけど、うん、たまたま相手の体調が悪かっただけかもって思うのも自由だから、うん、その自分に都合のいい方に思いましょうって書いてある。自分が楽な方を選びましょうって、うんうん、全く同感です。あ、どうぞどうぞ。振られた人とか見てても全然あなた悪くないのにとかってあるけど、はい、本人は多分やっぱり自分のどこがとかってなっちゃいますよね。あとね、僕思うのは、ただ思うのが反省もするべきだと思うけどね。例えば今上鶴さんが読んでいる、なんて本でしたっけ、高齢独身者、崖っぷち高齢独身者って本があるんですよ。超おすすめの男性書いてるんで、その人は、すごく婚活サイトに参加するんだけど、うんうん、振られるんですよ、うんうん、あ、うまくいかない、うんうん、でもその服装とかどんどん変えてだんだんモテるようになってくるんですよ、はい、でそれ反省したからですよね、うん、あ、確かにそれです、はい、なるほど。ちょっと読んでもらいます、タイトルを。崖っぷち高齢独身者、著者は樋口康彦。これを、まあ、そのうち読んで、あの、上手さんに読んでもらうけど、はい、来月の。この人は落ち込まないけど、落ち込んだかもしれないけど、うん、
どんどん変えてるんですよ自分をね、うん、でもなので反省はしてもいいかもな、うん、ただそれは別に自分を責める必要なく、うん、ついこうしてみようとか、うんね、さっきの あのクッキーだっけなんだっけクッキークッキーって言えばあの同じ攻め方をしていてもうまくいかないんで、うん、変えてみる